もうゆるゆるの会社かっていうのはまた全然変わってきますし、うん、まあ、運転手本人の性格っていうのもありますけどね。なんかね、あの2回ぐらい私警察呼びましたね。あ、なんかここに置いたお金をパッとこれパカッと開けて下に落としたんですよ、はい、運転手さんが。でお金払ってないって言うから、いや今ここパカッと開けて落としましたよって、知らないとか言って、はい、で一回警察呼びまして、こう女やからおとなしいと思うんですかね。まあでもそれはもうただの外れですね。そう、それそういうのが2回ぐらいあったから、もうあんまり東京では個人乗らないようにしてるんですよ、はい、個人を好んで乗る人と嫌がる人っていうのはすごい両極端に分かれますね。あ、個人いいっていう人いますよね、はい、個人の、そうだからいつも個人乗るときにね、はい、恐る恐るなんですよ、はいはい、そう今日はあ感じのいい人だなと思ってよかったです。個人はね、あの気悪いの見分け方って基本的にあのネクタイをちゃんとしてるかどうかですね。ネクタイ、はい、個人タクシーの組合に入ってる人は基本的にネクタイ着用なんで、大昔なんか、あここでいいですっても聞こえてないふうにずーっと行かれてびっくりしたことあります。もうそんな女一人と思うから怖くないんでしょうね、多分。もうね、そんなんしたい立ち悪いなんですよでこっち怖いからさ、はい、いやここでいいですここでいいですとか言ってるのに、はい、ずーっと走ってはるからなんか怖くなって、はい、もうなんかでもまあなんかちょっとだいぶ行ってから止まったけどね、はい、もうそこで降りました。今日は、実家に帰ってきてまして、これからお墓参りに、行ってきます。山が綺麗です。乗り換えて、淡路で乗り換えて、また重曹に戻ってきちゃいました。はい、急いでお墓参りに行きたいと思います。これ美味しい。知らん。どうこれ。蜜柑。
三つか。美味しい。安いの。もうちょっと高いっていうか美味しそうね。どれが人気やろ。知らん。これ食べてみる。まろやか。これ前家で食べてたよね。柚子の香りするんで。柚子いらん。これにしようか。これしゃぶしゃぶ用。2つ買うの。2つ買ったらどう。2つ買ったら580円です。この品あんまり変わりませんけど買っときますか。邪魔になるからいい。これはあかんの。これガリガリ君、これ買っとく。7本入り。はい、ガリガリ君です。寒いのにガリガリ君です。ローソンがあります。音ない。お父さんない。